ヘッセンの国章この項目では、ドイツの中西部に存在するヘッセン地方の統治者の一覧を記す。ヘッセンの統治者たちは、伝統的に砲白の称号を使用した。ヘッセンはもともと、中林原砲白領の西部を構成していたが、13世紀中央に、ブラバント公、アンリ二世と、非、ゾフィエの息子ハインリヒ一世が独立した両方という形で相続した。 16世紀後半から、ヘッセン砲白領は、複数の砲白領に分裂したが、最も重要な地位を占めたのは、ヘッセンカッセル砲白領と、ヘッセンダルムシュタット砲白領であった。19世紀初頭、ヘッセンカッセルは、ヘッセン先帝工領,領へ、ヘッセンダルムシュタットはより上位のヘッセン大公国へと、それぞれ昇格した。前者は1866年に、 プロイセン王国に併合され、後者は1918年にドイツの君主制廃止に伴って消滅した。1627年、ヘッセンカッセルホーハクモーリッツの三男ヘルマンが創設した分量である。1834年に最終的に断絶し、本家のヘッセン選定校領に改修された。1806年にベスト・ファーレン王国に併合されたが、 1813年に、ヘッセン選帝公の総主権下で復活した。ヘッセンカッセルホウハク・モーリッツの4男フリードリヒが1632年に、ヘッセンエシュベーゲ砲白領として創設した、分領である。一代で断絶した後、弟のヘッセンラインフェルスローテンブルクホウハク、エルンスと一世を経てその息子カールに相続されたが、カールは、ヘッセン版ホウハクを名乗った。 1693年には、ヘッセン・ラインフェルスホウハク領をも獲得したが、1755年に断絶し、領土は本家筋にあたるヘッセン・ローテンブルクが相続した。ヘッセン・カッセルホウハク・モーリッツのイツオ・エルンツと一世が創設した。1567年の領土分割で、フィリップ二世が創設していたため、二度目の創設となった。エルンツと一世が1658年に、 ヘッセン・ローテンブルクを相続したためローテンブルク、リ博領と合法し、さらに1693年にバンフリートリ博領と合法した。1755年にバンフリート法博領と共に、ヘッセン・ローテンブルクに改修された。ヘッセン・カッセルハク・ビルヘルム6世の三男、フィリップが創設した。1866年に、総州のヘッセン選定ョ領が、 プロイセン王国に併合されるに伴い消滅した。1806年にベスト・ファーレン王国に併合されたが、1813年にヘッセン選帝公の総主権下で復活した。初代ヘッセンフィリップ・スタール法博・ホ博フィリップの下の息子ビルヘルムが1721年に創設した。1866年に総主のヘッセン選帝公領が、 プロイセン王国に併合されるに伴い消滅した。1806年にベスト・ファーレン王国に併合されたが、1813年にヘッセン選帝公の総主権下で復活した。ゲオルク一世の次男フィリップ三世が創設した分量だが、一代で断絶した。ヘッセン・ダルムシュタット紅白ゲオルク一世の三男、フリードリヒ一世が創設した分量である。 1866年に家計が断絶すると本家のヘッセン大公国領に改修されたがその直後にプロイセン王国が治領に併合した1671年から1673年までは二人の商人の1673年から1679年までは本家のヘッセンダルムシュタットの抵当権下に置かれた1806年に 本家のヘッセン対抗国領に併合されたが、ウィーン会議の決定により1815年に、両方としての地位を回復し、ドイツ連邦に加盟した。ヘッセンダルムシュタット紅白ルートビヒ5世の次男ヨハンが創設した分領だが、1代で断絶した。ヘッセンダルムシュタット紅白ゲオルク2世の次男ゲオルク3世が創設した分領だが、1代で断絶した。 ヘッセン・カッセル家、ヘッセン・フィリップ・スタールや1925年に断絶し、文イエスのヘッセン・フィリップ・スタール・バルヒフェルト家が、家督を継承する。ヘッセン・フィリップ・スタール・バルヒフェルト家、ヘッセン・ダルム・シュタット家1968年に断絶し、家督は、ヘッセン・カッセル家に継承された。ありがとうございます。